待たせ。無事にあんたたちの分の捧げ物を海に捧げてきたよ。これで準備は万端だ。早速おまじないをかけてあげるから、そこに並んでよ。それじゃあ肩の力を抜いて、オイラの唱えることを心の中で復唱するんだよ。海におわします、もろもろの神様、暗きもの、輝けるもの、流れるもの、よどむもの、大海原を満ち引きさせるありとあらゆる神々よ。この者を奉る品々の捧げ物を納めになりて、陸の汚れを払い、わだつみの美しみを賜らんと申すこと、いざ聞こしめせと、かしこみかしこみ申す。おまじない完了。これであんたたちとあんたたちの刺激する獣くらいは水中でも不便なく活動できるんじゃないかな。かなって本当に？体に変化があったようには思えないけど。多分大丈夫だよ。あーでもあくまで水中にいられるようになっただけで、泳ぎが達者になったってわけじゃないかな。私は泳げるけど、アリゼは平気？よくぞ聞いてくれたわ。アルフィノは泳げないけど、私は水泳が得意よ。そう、アルフィノは泳げないけどね。だけど人の体は水を捕まえにくそうだからな。急ぐ事情もあるみたいだし、特別にオイラたちと仲良しの怪獣を紹介してあげるよ。何はともあれ海に入ってからだね。さ、それじゃあ早速助っ人を呼んでみるよ。見ててごらん、すーいすいって来てくれるはずだから。ありがとう。海の果てまででも行けちゃいそうだ。そんな遠出はご勘弁願いたいけどね。豪雪もラジオたちも待たせてるんだから。もしそいつらとはぐれちゃったら、
オイラに声をかけてくれればまた呼ぶからさ。気をつけて、いってらっしゃい。行こう。この海の先に探し物はきっとあるよ。
いい加減、この汚い酒場でお前さんの相手をするのも飽きたんだけどね。クルワキっての目ぎつねが国を売って偉くなったものよ。聞き飽きてるのよ、そういう負け惜しみは。では苗売りの意味語と呼ぶか、それとも差し配の家父と呼ぶか。こうして祖国を蹂躙し、お主の気は晴れたでござるか。そこまで調べてあるのなら問うまでもないだろう。私の腹は底なしの沼、満足にはまだ程遠い。だからもっともっとひどくしてあげる。お前さんたちの泣き声と哀れに血を這う集体で、この耳と目を慰めておくれよ。でもお前さんはずぶといからね。うちのデクノボーに殴らせてるより、亡き主君様の首を持ってきた方が喜ぶかい？そう、ドマの殿君、カイエン様。帝国に国を落とされ、総督に操られる仮初めの将になっても、お前さんにとっちゃ大事な主君様だったものね。25年前、せっかく命を見逃されたんだ。そのまま犬として飼われていればよかったものを、ここに来て反乱なんて企てた上、民を逃がして討ち死になんて。ねえ、あの日お前さんはどんな気分だったの？主君を守れず自分だけ生き延びて。まあ、主君と国を守れなかったのは初めてじゃないか。お前さん、25年前も帝国兵に負けて牢につながれたんだもんね。聞いた話じゃ、主君のもとに戻るため帝国の兵役まで甘んじて受けたそうじゃないか。まるで修羅のごとき殺人剣だったって今でも伝説よ。いずれも事実にござる。お主相手に今更問答するようなことではござらん。やあね、そんなに睨まないでよ。私、生きるために手段を選ばない人って好きよ。あ、そのよしみで交渉してやろうって言ってるんだ。帝国のお上の方々がね、ドマの王たりえる者の身柄をとっとと確保しろってうるさいのさ。つまりはカイエン様の息子、あんたと一緒に逃げてたはずのヒエン様のことをね。死体の場所でも構わないから白状しておくれよ。さての、お主の飼い犬が殴ってくるもので、すっかり忘れてしまったでござる。続けな。こんな仕事もうまくやれないんじゃ、今度は地の果てに左遷されるよ、デクノボー。うう、左遷はもう嫌だ。早くエオルゼアに戻って
あいつに仕返ししてやりたいの。